こんばんは、かっけんです。新田です。田中です。今回は、まあ、メンテナンス後にガチャが来たので、まあどれが引いた方がいいのかっていうのをいろいろ見ていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ早速見ていきます。まあ、今回来たガチャが、まあ、こんな感じで来たね、4種類もいきなり4種類多いわ。でまずはじゃあこの2つの、まあ、POTW、まあ、月間優秀選手のを見ていくんですけど、まあ、こちらは指名契約権を使って、ね、それが何ぞやって感じだったもんね最初ね。いや本当に分かんなかった、ね、何に使うんだみたいな、はい、でこれは期間が、まあ、約1ヶ月間ありまして、でこの指名契約権っていうのは今ログインボーナスで、うん、配ってて、ああそうね、もらえるやつ、はい、でまあ、右上の方に2から5の、まあ、星ですかね、画面の右上に、ね、出てるやつ、これなんだよって思ったもんね、正直。いや、本当にマジで分かんなかった。全部ゼロだけど、俺星5の選手持ってるけどな、みたいな、はい、やっと分かったね、これがね、正体が。最初のログボで星2の、指名契約権をもらえるんで、まあ、真ん中に書いてあるんですけど、まあ、この指名契約権では星2の選手までを獲得することができますっていうふうに書かれていて、うん、でまあ、この中ですとアメリカのリーグの、まあ、月間優秀選手の中でこの2選手以外はとりあえず全員獲得することができるという感じになってます、うん、で一応この選手たちがトレンドというカードタイプになっているので、一番弱いカード、まあ、俗に言う育成ができないそうカードですね。育成ができない、つまりもう戦い方限られてますよっていう選手です、はい、そう、チームスタイルも上げれないと、はい、上げれない、やばいよレベマ、これがレベマです今までの入れだったら別にこれでも問題なかったんだけど、うん、タレントポイント触れないから、はい、で試合に出してもチームスタイル伸びないんで、そうす、本当に伸びしろゼロです、伸びしろゼロです本当にもう今がマックス最強、はい、でまあ一応逆には J リーグの方もあるんで、まあ、軽く見ていきますか。だから本当好きなら取る感じだよねこれ。これだから J リーグの、ね、好きな選手がいたらぐらいじゃないですか。だって無料で一応この指名契約に配ってくれてるからさ、はい、まあ無料で1枚取れるレアなカードぐらいの扱いだよね。強くて使おうとかそういう感じじゃないよね。ちょっとそうですね、本当に好きでちょっと集めたいみたいな、うん、一応70ないと実力発揮できないって公式が言ってるからね、うん、チームスタイル、まあ、そうですね、ちゃんと見ると書かれてるんでまあそうですね、ここのトレンドはこんな感じで、まあ、続いてが、こちらフィーチャーになります。フィーチャーね、フィーチャー、フィーチャーでしょ、フューチャーじゃなくて、はい、これは中盤、まあそうだね、今回は、ね、中盤、まあ、各テーマごと、まあ、まあ、パサーだもんね、はい、決められていて、まあ、今回パサーという感じで、ユーラはパサーなんだ、まあ、アシストめちゃめちゃ多いからじゃないか。ああ、そういうことですか。で、まあ、こちらはまあ先ほど言ったフィーチャーなんで、まあ、育成はできるという感じ。育成できる、一応6レベルまで上がる、はい、ってことはもうほぼチームスタイルに振って終わりなんだよね、ほぼ。もうほとんど上げれないですね。ほとんど上げ、全部上げられてもまあ2回1ポイントずつぐらい振ったら終わっちゃうぐらいな、うん、ってなると、はい、俺はこれもブルーのもなんならスタンダードが強いんじゃないかと思ってる。もうまだ90なんですよね。そうなんだよね。で、多分上がっても91とかでしょ、これ。1、2、92でしょ、そのくらいですかね。多分スタンダードのブルーノって多分92超えてくると思うんだよね。全部ちゃんとやれば、ね。だって、いらない数値が多いもん、やっぱ。ブルーノフィジコン3上がったりとかさ、うん、ディフェンスセンス3上がったり、ボルタッシュ3上がったりって、スタンダードだったらそこ振らないじゃん、もう絶対。もう振らないですね。っていう無駄なところに振られちゃってるから、能力が。って感じ。まあでも、なんだろう、今ブルーノ持ってないとか、育成そんなする気ない人だったら、はい、まあ、100円で出たらまあラッキーだと思う、うん、なんかあれですよね、でも無課金じゃないか、 GP 全然持ってない人なんかは取れないじゃないですか、うん、取った方がいいと思う。だからそういう人は引いてもいいってことですよね。そういう人はなんかめちゃめちゃ課金する予定の人は、はい、だってブルーノだって取ろうとしたら多分18万とか多分かかるよね、うん、そうそう、結構かかるんじゃないですか、ね、それ考えたら、まあブルーノ取れる可能性があるって考えたら引いてもいいかも。このスタンダードと比べてすごい強くなってるってことはないんだけど、うん、単純に GP の価値が高すぎて、うん、ブルーノに GP 使いたくない。ああ、はい、ブルーノに、そうですね、そう、ブルーノに GP 使いたくない。だからもうみんな一緒、フレンキーとかミラーとかこの辺のクラスに GP 使いたくない、うん、そう、だから確保するために引くのはありかも。そのスタンダードに強い弱いかは別として、まあ、とりあえずもうこれいったら買わなくても、まあ、とりあえずは買わなくていいし、いい、ね、チームスタイル上げられるから、うん、フューチャーこっちは、まあ、フィーチャーの方持ってるからポイントを、だから俺は引くと思う、ちなみに。ああ、はい、あ、その今選手揃ってる状態で、ああ、そうそう、俺は引くと思う、うん、ミラーとかそのブルーノとか取ったら、GP で引かなくていいかなと思って、うん、じゃあ続いてが、まあ、レジェンダリーの
マジックモーメントスターズ。マジックモーメントスターズね、これ、はい、でこちらのレジェンダリーも一応育成は可能ですね。できるね、10上がるから、まあ、18ぐらいポイントとしては。そうですね、18ぐらい、うん、まあちょっとは強くできるね。さっきのフィーチャーよりもレベルは、はい、フィーチャーはかなりレベル上がるから。そうです。まあシーズンもうすぐ終わるし、サッカーの。そうするとやっぱ B 固定っていうのは重要ありますね。今の時期だったら特に B っていうのが強い。でそんなになんか今まだ能力ゲー能力ゲーっていうほどスタンダードの選手が尖ってないんだよね、能力、うん、はいはい、あ今まではもう FP とかアイコニックとか登場したらステータスめっちゃ尖ってたから、はい、今更レジェンドとかノーマル選手使ってらんないって感じだったけど、うん、これ今のところ全然スタンダードの選手が替えが効くから、このレジェンドの選手たちの強みが多分今のところ B っていうところしかないかなって感じ。今はそうです。これはそう、うん、めっちゃ尖ってるってわけじゃないんですよね。そう、普通なんだよね。スタンダードでもこれぐらいの選手はいるから正直、はい、しかもだんだんこのグアルディオラぐらいの能力だったらフレンキー・デヨングが強いし多分、うん、あ全然強いですね、うん、替えが効いちゃうっすよね。替えが効く、このレベルは正直、うん、今は特にライブアップでも見きてるから全然。俺は多分このガチャはデブライに引きに行く感じ。デブライ、ノーマルをね、68万 GP かかるから取ろうとしたら、はい、オブラックも68万かかるじゃん。この2人ですかね、やっぱ。そうだね、だから俺は多分デブライネオブラック引いたらもう引かないと思う、このガチャ。あレジェンダリーじゃなくて、まあ100コインで60何万の選手取れる、でかいっすよね、結構。それやばいね、やばい。まあグティとか絶対取れないわけじゃん、GP でも。はい、けどまあ欲しいのは多分、俺能力的にはグティだけだったから、だからそのオブラックとデブライネを引く過程で、あのグティ出てきてくれたらラッキーかなぐらいのイメージ。うん、まあでもそうですね、うん、GP で買うのちょっと躊躇しますもん、やっぱ。躊躇する、68万の価値はない、さすがに。だったら100コインで済ませたい。そうですね、コインでね。まあ、もしあの、まあ、今イフト始めた人にとっては、まあ、優先度的にはどっち引いた方がいいとかあったりしますか。なんか、まあ、コメント来てたんで。マジックモーメントですよ。こっちあマジックモーメント、どっちもマジックモーメント、ふざけんな、なんでどっちも一緒なの。じゃあフィーチャーの方かレジェンダリー。あ、絶対フィーチャーの方引いた方がいいと思う、俺は、はい、やっぱこっちの方がね、あの育成も大してしなくていいし、はい、まあ外れの率がそんなに、まあ、とりあえずは強い年5つ、4つか、まあ、3つもいるか一応。レジェンダリーの方だと3が結構出る。あ、まあそうですね、まあ、105体ぐらいいるんで、うん、俺ら本当たまたま9回で当たりましたけどね。あれは珍しいから、ただ少ない課金とかでチーム強くしたいとかだったらこっち絶対引いた方がいいと思う、はい、まあ、ちょっとは戦力になりますからね。ちょっとは戦力になると思う、だってタイチ、パイエぐらいまでは全然多分ビルツとかだって多分あんま GP ない人からしたら結構いけると思うよ、やっぱ。はい、今 GP ない人って言っちゃえば戦力も弱い。そう、多分、うん、そうだね、本当やっぱ配信見てても多いのがコスパ誰ですかって多い。まあありましたね、少ない GP でなんとかやりくりしてる人が多いだろうから、はい、求めてるのか、そういう人は引いていいと思う。うん、育成も楽だし、まあ、逆にね、確かに逆にこれは良、うん、レベルまでいいというか、そう完成されてるから、もう自分の使ってるチームスタイルに振ればいいだけだから、うん、ちょっとステータスを、まあ、だからどっち引かなきゃいけないって言ったらこっちかな、うん、で GP 連成したい人は多分もうどんどんこっち回せばいい。あ、もう星5の選手引く、売るリセットする、うん、ボックスリセットする、またいっぱい回すリセットするで多分 GP は増やせるから一応。まあ、GP とトレーニング、そうだね、育成のトレーナーもそれで増やせるから、はい、課金いっぱいする人はこっち、まあ、こっちでもどんどん回してリセット、回してリセット繰り返せばいいと思う、うんうん、まあ、一応今 GP が集めるのは大変ということなんで、まあ、イベントもいろいろたくさんあるので、まあそっちもまずドリームチームのあれですかね、まあ、e フットボールリーグはまあ今日から始まりました。まあこんな感じで、うん、まあ、とりあえずディビジョン10からまあ1に上がるのを目指していって、まあ、フェーズ1が、まあ、まあ今日から、ね、今日から、はい、うん、でディビジョン10は一応流れを覚えようということで AI との試合を行うということで、ね、そうだった、まあ、64% の人が諦めてるからね。コムカーつってそっか、相手コムカーつってもうやめてる。 64% いるのね、そういう人が。もうすでに世界の 64% が諦めてる、ね、ディビジョン10から少しずつ上がっていけば GP はもらえる。まあそうだね、まあ、ここにも一応書いてあるけど、まあここに、まあ、昇格すると報酬がケチもらえるっていう感じで。いや思ってたよりこれが ね丸1個少ないよな。丸少ないんすよ ね丸1個、もう1個丸つけるけど、もう1桁ね。でこれフェーズ報酬なんで終わった時のいたディビジョンなんですね、もらえるやつでしょ、はい、これも丸1個ないで、一番下がランキング10位に、これも丸1個足りない。10万ってマジ全然買えないですからね。10万買えないよ、10万、ね、大盤目買ったら3万ぐらいしか残んない、10万。いや本当そうなんです。
ですよね。これ全部やつ足しても16万ぐらいでしょ、なんとかね。ああ、そうかもしれない。1ヶ月で、はい、10万でしょ、最後のランク報酬もらったとして、はい、で、まあ、ディビ版にいたとして3万でしょ、最後4万で、まあ、1個ずつ昇格してって、まあ、5000、5000、まあ、6000、まあ、6万いくかいかないかぐらい、16万ぐらいでしょ、1つで、そうですね、はい、やばいわ俺たちの200何万、なんだったなんだったんだ、あれ大富豪めちゃめちゃお金持ちだったな、200万って。なぜあんな無駄なことに使ってしまったんだろう、俺たちは失敗をしてしまった、なんであんな無駄な使い方をしてしまったんだろう、もっと頭使えばよかった。いや、本当に。で、まあ、一応 e フットボール以外にも、あの今までやってたイベントのところにも、うん、あるので、まあ、こっちもやれば多少なりとも GP はもらえますからね。そうだね、 GP とあと1000トレーナーか、はい、ああそうですね。まあ、こっちはドリームチームを使ったモードで、一応あの既存って言えばいいんですかね、今まであった方にも3つあるので、うん、まあでもね、よかった。これ何が良かったって、コム戦じゃなくてよかった。ああそこね、対人だったら消化しようかなってそこちょ一安心だ。そうだから、ほら対人戦に帰ってくれてんじゃん、はい、このJNSとかも、だからアメリカのやつも、はい、よかったと思って。まだそれだけで、ね、うん、モチベがね、コム戦だったら消化できなかったから、対人戦でよかったです、本当に。まあ、3つとも同じあの報酬は一緒なんですけど、まあ、3つやれば、まあ、多少なりとも、うん、だってもらえるの2000、2000、4000でしょ、はい、8000でしょ、全部出してそうですね。おいおい、8000、8000、8000もらって2万4000ここでやばいね、買えんだよ、やばいね、100万ちょっとのトレーナーで、まあ、本当にコツコツ貯めたい人はって感じか、うん、そうだね、これバペ買った時の感動すごそうだね、 GP でこれやばい達成感半端ない。いやー、俺貯めらんないわ、買っちゃうわ多分他の選手。もう確かに目の前でも終わってるわ、このシーズン多分これ終わってる、俺も終わってる、バペ買う頃には。でもうあの課金で本当ムワッペいるのも本当入ってほしい、早くあの、あー、ね、パサー、はい、今回はパサーでブライ入ってくれたじゃん、はい、あの感じでバッペ入っててほしいわ、フォワードの時に。だからやっぱ期待するならやっぱそこなんですかね、レジェンドのガチャでレジェンドの脇ストライカーのところ、特に今回のメンツぐらいだとレジェンドの脇の選手狙いでもいいかもしれないね。多分毎回強い選手いますよね、ノーマルちょっと高い選手いると思う、まあ、星5は何人かこんな感じで入ってそうだった、うん、まあ、50万以上の選手もたまにじゃあ1人2人はいるのかな、 だからこの50万ぐらいの価値のある選手、オブラク、デブライネ60万超えてるわけだから2人とも、はい、まあちょっと欲しいかな、うんうん、だって多分このグティとか多分 GP で買わせたら100万しないよ、この感じですかね、しないと思うよ、しないか、多分80万ぐらいで買えるんじゃない、あ、まあ、100はいかない、90万ぐらいな感じする、まあ、だからまあどういう風に GP 使うかって感じじゃない、もう、うん、これそうっす、もうオブラクとかデブライネ買った人切れてるでしょ今頃、ブチギレブチギレ、確かに68万でデブライネとオブラク買った人の後悔すごいよ多分、これだって対戦する相手みんな持ってるんすからね、みんな持ってる、課金してる人はこのガチャ引いた人はみんな持ってる多分デブライネとオブラク、俺発狂するんだろうみんな、やばいこれ本当に、だから俺もロナウドとかいなくて本当良かったなと思うこの中で、まあ、やっぱそれも時間の問題になるんですかね、やっぱ、まあそうなんですよ、自然とまあみんな揃っていくだろうから、はい、というわけで、まあ、今回は、まあ、メンテ明けに、まあ、できるようになったことを、まあ、3人で紹介していきました。この動画を見て気に入ってくださった方いましたらチャンネル登録・高評価よろしくお願いします。今回は以上となります。ご視聴ありがとうございました。よいしょ。